皆さんこんにちは、コリュー片棒みかえの大塚理光です。本日は今年最後の動画ということで、今年も1年ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。ということで今日は日頃の感謝の気持ちも込めて、こちら紅白をテーマに普段より作品サイズの大きい華やかなお正月花生けていきたいと思います。それでは早速本日の花材がこちら。はい、ということでまずは紅白の白の方、白いお花からご紹介していきたいと思います。まずこちらが百合。いやー、めっちゃくちゃ立派な百合ですよね。なかなかこんな立派な百合、私も普段は買えないんですけど、白色をベースに中心部分が黄色みがかっており、花の縁がですねほんのりピンク色になってるんですよね。それがまた何とも色っぽいと言いますか、まさに新年をお迎えするお花にぴったしなんじゃないかなと。で、この百合はいわゆるオリエンタル百合とかオリエンタルリリーと言われる百合になります。これ厳密な線引きというのは私もちょっとわからないんですけど、いわゆる日本を原産とする山百合なんかの小さな百合と比べて、一輪一輪がこのように立派でとっても華やかなのと、何より香りがめちゃくちゃいいと。ただですね、こういったオリエンタル系の百合というのは栽培とか輸送が難しいみたいでして、先ほどご紹介した山百合とか、あとは透かし百合とか、そういった多系の百合よりもやはりとっても高価になります。ですので普段飾るお花というよりは、こういったお祝い事に飾るのがぴったしなんじゃないかなと思いますね。で、1点だけ百合系を生ける際の注意点として、もともとはここに花粉をつける薬というものがついているんですね。それが開いてですね、花粉が出てきてしまうと、これ若干花粉が落ちて花びらについてしまっているんですけど、この綺麗な百合がですね花粉で汚れてしまったり、あとは何より服とかにつくとこの花粉って全く取れなくなるんですね。で、その薬というのは手でプチンと簡単に取れるので、花粉が出てくる前のタイミング、花が本当に開きかけの時に事前に手で全て取ってしまうか、開いて花粉が出てきてしまった場合はハサミで切ってあげるか、そうやって生ける前に処理してあげると、まあリスクなく綺麗に生けれるんじゃないかなと。百合系を生ける際はぜひ参考にしてみてください。続いてこちらがもうこのチャンネルではおなじみのかすみ草。英名ではベイビーズブレスと言われてまして、いわゆる赤ちゃんの吐息ですね。そんな優しいふわふわっとした歌詞が印象的なお花になります。これも紅白の白のお花として混ぜ込むととっても華やかになると思うので、今回取り合わせてみました。続いて紅白の紅、赤の花材、それがこちらのボケ。こちらもまさに正月飾りやお祝いの席に飾られるような朱色の花がとっても綺麗な花を咲かせる木、花木になります。こんな綺麗な花咲かせるのに名前がボケってなんかかわいそうですよね。このボケ、今はですね八重咲きのものとかだいたい200種類ぐらいあるそうなんですけど、一般的なボケというと花びらが5枚で構成されておりまして、このように花もつぼみも全体的に丸みを帯びていて可愛らしく、小さいつぼみもですね暖かいところに飾っていると次々開花してすごく華やかになるので、そんな可愛らしいお花が芽吹く姿も楽しめるような花材になります。でね、ボケっていうちょっとかわいそうな名前なんですけど、名前の由来諸説あるみたいでして、その一つがこのボケにできる果実がウリに似ていまして、ウリというといわゆるキュウリとかスイカとか木ではなくて草物の扱いになるんですけど、そんなウリに似た果実をつける木というところで、ボケ、そこから転化してボケになったんですって。またウリというと果実の断面がモチーフになった日本の五大門の一つにもなっている木工門という家紋が有名なんですけど、織田信長の家紋にもなった五つ木工という家紋は、このボケの5枚の花びらや果実を割った時の断面が5つに分かれていたことから、そのモチーフになったとされています。この家紋は織田木工なんて呼ばれ方もしてるんですって。あ、で今ちょうど思い出しまして、これとっても私事なんですけども、片山南風さんという日光の泣き流を描いたような日本画の巨匠がいるんですけど、その方が描いたボケのスケッチ素描をつい先日ね自分の誕生日プレゼントに買ってきました。色使いとかペンのタッチがすごく色っぽくて、今気に入って玄関に飾ってるんですけども。ということでちょっと余談にそれてしまったんですけど、紅白の赤はこちら、昔から日本人に馴染みの深いボケを生けていきたいと思います。そして最後にこちらがしだれ柳。名前の通りこのようにしだれる性質を持っていまして、ちょうど前々回の動画かな、そこで柳系についてご紹介しているんですけども、まだ寒い春先に真っ先に芽吹くことや、重い雪がかかってもしなって折れないことから、とっても縁起のいい植物とされています。まさに前々回の動画の内容になるんですけども、こういった花材が最後入るとすごく華やかになるので、そこもねお楽しみいただければと思います。
ということで、まだご視聴いただいてない方はこちらの動画ご視聴いただけますと、一気にねプロ級のお花生けられるかと思いますので、ぜひ合わせてご視聴ください。そして本日の器がこちら、うちの家元が作った緑色のオリベ油という釉薬がかかった焼き物陶器ですね。普段より大きなサイズになるので、こちらの花入れを使って、今年を締めくくる華やかなお正月花生けていければと思います。よし、それでは実際に生けていくんですけども、その前にまず器に仕掛けをしていこうかなと。その仕掛けに使うのがこちら、木の棒。これはボケの枝になるんですけども、こういった枝をまずは器にこのようにかけていきます。こんな感じで器の口に合わせて、まずは長さを調整して、で今口の大きさに合わせた木の棒をここにはめていくと、こんな感じ。これは一つの花留めの手法になりまして、漢字の一に見えることから一文字留めなんて呼ばれ方をしているんですけど、これがあるとどういったメリットがあるかというと、例えば花瓶に対してこの花材をなるべく縦目に生けたかったとしても、器の口が広いと横に寝てしまうと。それがこの一文字留めの手法を使うと、この真ん中の枝で引っかかってくれるので、先ほどより立てていけることができます。またですね、一文字留めの応用でもう一本枝を口元にかませてあげることでバッテンを作ってあげる。そうすると枝が前に倒れてきてしまうところを、このもう一本の枝が支えてくれるので、前に倒れずによりしっかりと立ってくれる。これはですね、枝がこのようにクロスしている様が漢字の十に見えることから、十文字留めなんて呼ばれ方をしています。まあ今日は一文字留めだけで大丈夫かなと思うんですけど、せっかくだからもう一本はめていきますね。こうやって植物を美しく生けるために、いろんな花を固定するテクニック、いわゆる花留めの技術というのがあるんですけど、このあたりもね、来年一つのテーマとして、このチャンネルで皆さんにお伝えできればと思います。こんな感じ。ということで、まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。よし、それではまずは、こちらの、ユリを生けていく。で、生ける順番に特に決まりがあるわけではなくてですね、その人の生けやすい順番で結構なんですけど、私は普段ですと、まずはメインとなる枝の表情を見て、その枝が一番かっこよく止まるところで、まずはバシッと止めてしまう。で、その後に中心部分にお花を生けていくことが多いんですけども、今日はこのよりとっても立派なので、まずは中心部分のお花から生けていこうかなと。ということで2本あるので、1本目は口元付近、短めに生けていく。もうこういうのは1本入るだけで一気に華やかになりますからね。こんな感じかな。そしたらもう1本は、今の1本目より少し高い位置で生けていきます。最初に仕掛けた十文字留めがあるので、こんな感じでしっかりと2本目を入れた時にお互いがくっついて窮屈にならずに、こういった空間間合いを取ることができます。ちょっと画面越しだとこの2輪がベタっと見えてしまってるか。こんな感じがいいかな。またちょっと他の花材が入った時に調整していきたいと思います。そしたら今日は作品サイズが大きいので、このまんま立っていけようかな。こんな感じですかね。そしたら次にこちらのボケを生けていく。で、これはご覧いただいて分かるように、一本一本の枝の動き、枝ぶりが全然違うので、その表情をしっかりと見てかっこよく生けられる角度や向きで生けていきたいと思います。ちなみに余談なんですけども、今出てきたワード、枝ぶり、これ生け花をやってるとよく使う言葉ではあるんですけど、そうではないとなかなか使わない言葉なんじゃないかなと。ですので、自然に生えてる木なんかを見て、お、あの枝ぶりいいじゃんなんて言うと、こいつできるななんて思います。なんかね、機会があればぜひ使ってみてください。ということで、このボケの枝ぶりを見ていく。よし、そしたらまずはこの1本目を生けていきます。で、先ほどの十文字留め同様、この植物が一番かっこよく見える角度で留めるために、次に折り留めという手法を使っていきます。下の部分をこのように折ってしまって、こんな感じで、この状態で器に入れることで、植物がこれ以上回らずに自分の止めたい角度で止めることができます。これもね、このチャンネルでは何度かご紹介している手法ではあるんですけど、
このまんま行けたくても植物というのは重さがあるのでくるんと回ってしまうと、それをこういった花留めのテクニックを使うことで一番その植物が綺麗にはたまた美しく見える角度で留めてあげる、それが生け花になるわけです。この花留めのいろんな手法を来年あたり皆さんに詳しくご紹介できればなと。これだけでもうおしゃれですね。せっかくだからもう1本ぐらい奥行きこの辺りに入れてもうちょっと華やかにしていきましょうか。こんな感じ。そしたらシンプルな投げ入れ花であればもう十分これで飾れるんですけども、お正月花でより華やかにというところでちょっとねこのかすみ草をパラパラっと混ぜ込んでいこうかなと。こういう花材が入ると一気にふわっと華やかになるんでね、お正月花らしくて華やかでいいんじゃないかなと。1本、もう一本は今高い位置に入れたのでちょっと低い位置で生けていく。こんな感じでいかがですかね。ちょっとこっち側に固まっちゃったか。もう一本あるのでこちらもふわっと混ぜ込んでいく。で、今落としてるかすみ草も後からこんな感じでまとめてあげたらこれだけでもふわっと綺麗に飾れるので、決してねかわいそうとかもったいないっていうことはないです。こちらの寂しい方に足していく。一気にふわっと華やかになりましたね。ちょっとモワモワとうるさい場合はこのように後からすいてあげると軽くなりますので、最後に調整していこうかなと。そしたらここで前々回の動画の内容からもうこれだけでも十分綺麗に飾れるんですけども、たった一手間でさらに華やかにする手法といいますか、まあ、見せ方としてこちらの柳を生けていく。これねぜひ前々回のこちらの動画ご覧いただきたいんですけど、本当にたった一手間で一気に印象というのが変わるので、せっかくなのでもう一本いけていきましょうか。ちょっとこれはどけて2本目、こんな感じ。いかがでしょうかね。こんな感じで柳が入ることで一気にまたお正月らしい華やかさが出たんじゃないかなと。そしたら最後にこちらの水引き、これをいけていく。これもあってもなくてもいいんですけど、こういったものが入るとまた一気にお正月感が増すかと思います。こんな感じ。ちょっとこの後枝の方を整理していきますが、これで紅白をテーマにした華やかなお正月花が出来上がりました。はい、ということで改めまして今年1年ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。来年もより多くの人にいけばなの魅力伝えていけるように引き続き頑張っていきたいと思っておりますので、グッドボタンやチャンネル登録、コメントなど変わらぬ応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。